三代目、イタチになぜあんなことを。もう知っておるようじゃな。イタチは内派一族の復讐として俺が殺した。そうなったか。同胞をあやめさせた上、逆賊の濡れ衣を着せ、さらには暁どもを一人で監視させていた。わしにお前を里で守ることを条件に出しての。やはりそうか。初代火影、あんたに聞く。己が死んでまで守ろうとする里とは一体何だ。こんな状況を作り上げた忍び、それを良しとする忍びとは何なんだ。基本巴ではない。万華鏡をシャリンガンか。里、忍びとは何ぞか。あんたの言葉を聞いて本当のことを知ってから自分で答えを出したい。木の葉に復讐をするのか、それとも。うちあの悪に疲れた小僧が、ここでわしが。扉だ。指を下ろせ。わかった。そうチャクラを荒立てるな、兄者。いやー、すまんすまん。しかし良い兄を持ったな、サスケとやら。里について話してやっても良いが、血と長くなるぞ。できれば早急にこの子の聞きたいことを話してあげてください。うちはマダラが復活し、この世の忍びを消すつもりのようです。何やら強いチャクラを感じる。嘘ではないようだな。確かにマダラのチャクラを感じる。話は後じゃ。マダラが復活したと聞いて、ことの重大さが分かっておるのか。戦場へ向かいたいなら話を済ませてから。私はこの子につきます。サスケ君が納得しなければ、あなたたちを使ってここ木の葉を潰すことになりかねませんよ。オロチマルとやら、お前何か勘違いをしておる。わしらが本来の力に近いままこの世に転生された今回、貴様ごときの江戸転生に縛られるわしではないわ。サルトビ、かなりの忍びを育てたものだ。忍びの神を褒めていただいて。こやつ、よくよく感知してみれば、体のほとんどが兄者の細胞ではないか。この人は違う。気を抜かむようにしなければ、初代ホカゲ柱は私の縛りをほどき、いつでも私を。オロチバルとやら心配するな。